はい、どうも皆さん、こんにちは。カルティビのカルです。今回からマインクラフトのクリエイティブを使って街を作っていきたいと思います。では、今回からカルティビをサポートしてくれる謎のやつを紹介したいと思います。では、どうぞ。皆さん、はじめまして。トムガールです。よろしくお願いします。では、今回からマインクラフトで街づくりをやっていきたいと思います。では、行きましょう。レッツゴー。じゃあ、私は最初ここで作っていきたいと思います。最初は家みたいな感じで作っていきたいので、まあ、ここに、やっていきましょう。商店街みたいなお店屋さんを作りたいと思います。三人称してるのはあんま慣れてないんですよね。っていうか、なんか新しく入ったドブガエルがなんか言いたがってましたね。慣れてない操作きついですね、これ。でも少しずつ慣れて、皆さんとやって慣れていきたいと思います。まあ頑張っていきましょう。僕は今回お店を作ります。お店を作りたいと思います。だが水ということ、これ難しいですね。すいません、ちょっと見えちゃうんですけど、一人称視点に変えさせてもらいます。僕は思うんですけど、カラーガードやりながら漏らす人なんていませんよね。じゃあ作っていきましょう。今回はでかい街をなるべく作って家をたくさん建てたいなと思ってます。で、ここで質問なんですけど、皆さん、これを見てる人だって皆さんどれぐらいですか？よければコメント欄に書いてもらえると嬉しいです。あと皆さんやってほしい動画があったら書いてもらえるとこちらも助かります。ドブガエルさん、なんか話したいことはないんですか？皆さんに自己紹介とかでもいいです。いや、チョコチップクッキーが食べたいです。それは何ですか？なんかです。理由がちゃんとないですね。理由を考えてください。あれ、どうし、いや、思い出してしまって。何をですか？友達のことを。友達が何かやらかしたんですか？はい。何ですか？いや、すごいません。だけどこれを見てる人は多分分かってますよ。わからない人らだっているじゃないですか。そういう人らにも伝わるようにお願いします。お願いします。無理。いや、そういうのはやめてください。これから、まあできれば毎日やりたいっていうこともあるんですが、毎日はできない可能性があるので、ちょくちょくやりたいと思ってます。まあドブガエルさんは毎日出るかは分かりませんが、まあ多分出れるときは出ると思うので、そこのときは、まあ、コメント欄でいろいろ書いてもいいです。ていうか、この動画が良ければ、まあ、グッドボタンを押してほしいんですけど、皆さん多分押してくれませんよね。押してもらえればこちら側も結構助かります。さて、ここは何屋さんにするかが迷いますね。ちなみに、このマインクラフトで作ってほしいものがあれば、コメント欄に書いてください。できる範囲で頑張って作りたいと思うので。さて、皆さんはマインクラフトをおやりでしょうか？まあ、マインクラフトの簡単な説明を少しでもしたいと思います。まあ、マインクラフトは自分で作りたいものを自由で作るゲームなんです。だから、みんな自由な考えでやることがいいと思います。人がなんだかんだって、下手くそだ、クソだとか言ってるけど、別にそれは作るのは自由なんですから、自由に作らせてあげた方がいいと思います。で、そこにトムガエルではなく、ドブガエルさんは、反論はありますか？いや、ありません。マイクラは自由にやっていくこと楽しいんですよ。ドブガエルさん、じゃあそういうこと言いますか？じゃあ、学校とかでの秘密とかなんかあるんですか？今まで生きてきた中で。ありますね。何でしょう？いや、僕の友達が5年生の時にカラーガードで、いや、やっぱ何でもありません。いや、それを言わないと視聴者さん、
聴者側に伝わらないんです。そこをどうにかお願いします。ですね、カラーガードで漏らしてしまったんですよ。何をですか？それは視聴者のうち自分たちで考えてください。それを教えてあげるのがあなたの仕事です。視聴者様に考えさせるとは時間の無駄になってしまうので、おやめましょうって僕は思いますよ。なので教えてください。視聴者さん側も気になっております。特に何回か動画に登場してくれているドレイクさんが気になっていると思います。まあ、ドレイクさんのためにも教えてあげましょう。あと、そちら側はちゃんと完成しそうなんですか、今回。いや、まだ何もやってません。じゃあ、ちょっと見てきてみましょう。何もやってないって言ってたんですか。何をやってるの、どこにいるのかもわかんないんですよ。いました。なんか、羊とかと遊んでます。仕事せー。ちゃんと仕事をしてもらいたいですね。私の方では、まあ、ちょくちょくなんか変なお店っぽいのができ始めてますね。なんかコンビニエンストアとか、エンスストアとか言ってますね。もしかしたらこの人コンビニ作る気です。まあ、町の発展にはコンビニも大事なので、まあ、作ってもらえるのなら作ってほしいと思ってますね。私のお店どんどん不愉快になっていくんじゃないですか。でもなんかかっこいいっていうところもありますね、このお店。トモさん、このお店見てどう思いますか？まあ、僕よりは下手ですね。でもこっからが上手くなるんです。あちらの方はまだ何も作っていないので、今は私より下手くそということになっております。コメント欄でよければ、ドブガエルとカエルどっちが上手いかをやってもらえると嬉しいです。まあ、勝つのは私と知ってるんですけど、それプラスどっちが人気あるかお願いします。キャラとして好きな方も書いてもらえるとありがたいですね。まあ長年やってるこっちの方が強いんですけど、皆さんもそうですよね。僕みたいなキャラの方がいいですね。こんなうるさいだけのキャラ嫌ですよね。まあ結局はずっと多分変わらず、ほとんど僕が動画を投稿することになるんだと思いますけど、まあドブガエルが好きなんだ、ドブガエルも結構登場させるようにします。ドブガエルさん、早く作ってください。何やってるんですか？コンビニエンスストアですか、それ？はい。ドブガエルさんにそれは似合わないと思います。もっとちゃんとしたの作りましょう。じゃあ私はお会計みたいな感じで何か作りたいんですけど、意外と作るってなると難しいですよね、考えるっつうのが。それは頭の悪い証拠ですよ。まあここにランタンっていうこれをつけて明るさ調整はしていかないとダメかなと僕は思う。明るさこそ人間ですから、心の広さ、明るさが大事なんですよ。皆さんもそう思いますよね。心狭い人好きですか、それとも心広い人の方がいいですか？私は心広い人の方がいいです。狭い人はなんかうるさいから嫌です。まずこのお店の外観を良くしたいと思います。ここを壊して一体こうなって、どうでしょう。私のお店少しずつ良くなってますよね。なんかネザー水晶、まあ横の人もマイクラ初心者に近いらしく、ネザー水晶の場所を探しておりますよ。ドブガエルさん、どうですか？ネザー水晶の場所もわかんないんですか？はい。ドブガエルさん、今回やる気ありますか？皆さんのためにも頑張りたいと思います。本当にそう思ってるんですね。あなた嘘で言ってるわけじゃないですよね。じゃあ例えば今後の目標を述べてもらってもよろしいでしょうか？今後はここにいるカエルとかいう人より人気を上にすることが今後の目標です。それは無理無理、諦めろ、俺の人気は絶対だから。なので諦めてください。無理です、君ちゃん。僕の人気に勝てるわけがないのです、君ちゃん。なので、諦めをよろしくお願いします。勝ちたければ、まあ、勝ちたければって言うけど、勝てないんですけどね。すいません。間違えましたこと。まあ、頑張ってください。僕に勝とうなど、一生無理でしょうか。
ではこのお店を何屋さんにしていくかがこれからが問題です。最初はこのお店がボロ屋だったみたいな感じでクマウスを張っていきたいと思います。僕ボロ屋にするのは得意なんですよ。作るのは苦手でもその家をボロくするっていうのは得意なんですね。この得意いるかってなる思う人もいると思いますが、まあ頑張っていきたいですよ。僕もこう見えてマイクラ建築税だったっていう話もあるんですよ。一時期一回大阪城作ったんですよ。だけどやらかしたんですよ。データ全部消しちゃったんですよ。それがショックで一時期やめたんですよ、建築するの。しかし私はこの場に戻ってきました。建築をするため私はまた建築税に戻るのです。皆さんも私の動画でいいことがあったとしたら1回ごとにコメントしてもらえると嬉しいんですよ。私はリスナーさんが大事ですから。ドブガエルさんはリスナーさんは大事ですか？やっぱ一番は僕が大事ですよ。そういう関係、自己中みたいな人です。まあこれは人気投票、僕の方が上ですよね。こんなこと言ってるやつと僕どっちがいいですか？考えてください。ではここに、まあ今まで頑張ってきて見捨ててしまって地獄を浴びてしまったみたいな感じで、ここにゾンビという生き物を投入します。まあこれが昔あったみたいな感じで、私の建築って意外と上手くないですか？ドブガエルさんは多分建築下手くそですよ。見たら笑いますよ皆さん。それでも見たいですか、ドブガエルさんの建築？見たきゃ今から写しに行きます。見てください、この建築能力。